はい、お久しぶりです。久しくこういうレッスン系の動画というかを出してなかったんで、まあ果たして需要があるかもう分かんないですけど、まあとりあえずなんか自分がやりたいんで、まあ、出そうと思います。でこういうペントニックを覚えたいよっていう人のための動画なんですけど、自分が実際に覚えた方法でもあるので、まあ実績というか、まあ、説得力じゃないけど、まあ効果はあるんじゃないかなというふうに思います。とりあえずあの動画を見ずにあのフレーズこうで、まあ、わーっていけるようになれば、キーが C に使えるペントトニックは、まあ、これで OK ですよっていう話なんですよ。でその際に「平自動システムで覚える」っていう、まあ、タイトルにしてるかちょっと分かんないですけど、まあ、そのために必要な知識があって、まあ、今もちょっと言ったんですけど、平自動システムって言って CAGED 並べて平自動って当て字みたいにしてるんですけど、これが何かっていうと、まあ、説明すると長くなっちゃうんで、まあ、もしね需要があったら、まあ、解説動画的なのはとてもいいかなって思うんですけど、まあ、果たして需要がある、まあ、調べれば出てくるんで、まあ、分かんないなって人は平自動システムとかで調べてもらったら出てくると思います。まあ、軽くねざっと説明すると、まあ、ギターっていう楽器は CAGED のこの5個のコードの形しかないんですよ。まあ、これらを平行移動させたりとかしていろんなコードができてるんですけど、まあ、マイナーとかあるやんけっていう話は、まあ、一旦置いといて、まあ、この5個の形しかないと。で平行移動で全てのコードを表現できますってなると、裏逆を返せばね1個のコードも5個の形で押さえれるっていうことなんですよ。 C を例にとると一般的なみんなが知ってるような C で、たまにバンドスクエア出てくるようなこの C、まあ、この2個ぐらいは分かるんじゃないかなと思います。でこれが C の形の C で、これが A の形の C、 こう A がここまで来てるからね。で次これG の形の C、 カポーを5フレットにつけてもらって G 弾くと、まあ分かりやすいと思うんですけど、弾いてるコードは G なんだけど音が出てるコードが C っていう、ちょっとややこしいんですけど分かりますかね。コードは G の形を押さえてるんだけど鳴ってる音は鳴ってるコードは C ですよみたいな、いうでこの形で、次 E の形の C、 E の形のC、まあ、F とかもまさにこの E の形なんですけど、まあこれが C で、もう一個が D の形の C、 カポー10フレットにつけてもらったら、まあ、分かりやすいかなと。 D の形を押さえてるんだけど鳴ってる出てる音は C みたいな。で最後またこれ12フレット一周して C の形の C いう感じですわ。っていうのが、まあ、ケージドシステムに乗っ取った上で C のブロック、 A のブロック、 G のブロック、 E のブロック、 D のブロックでまた C みたいな感じでここに分かれてますよっていうのが、そのケージドシステムを使ったスケール練習の響き方みたいないう感じで分かれてます。で G とかこんな弾かないじゃないですか、こんなバレエコードの G なんか。それに合わせてやっぱりここはマイナーから攻めるっていうやり方もあるんですよ。動画2周目っていうか、あの基礎練フレーズが2周目の時は多分マイナーの形が出てきたと思うんですけど、マイナーから攻めるっていう手もあって、これはどういうことかっていうと、 C メジャースケールっていうのがあるんですけど、マイナースケールってもあるんですよ。でこのマイナースケールっていうのが、まあ、それぞれのキーにあるんですね。で C のメジャースケールっていうのと A のマイナースケール、まあ A メジャースケールっていうのもあるんですよもちろん。その A マイナースケールと C のメジャースケールって鳴ってる音が一緒なんですよ。分かります？アプローチの仕方が違うんだけど指してるものが一緒みたいな感じ。っていうのがまず前提としてあるんですけど、でペンタトニックスケールって何かと、じゃまずメジャーペンタ、メジャーペンタっていうのは4と74番目と7番目の音を抜きます。 C を、ドを1としたときに
1,2,3,4,5,6,7,1 この 1,2,3,4 と5,6,7 この2個を抜いたことがシミジャペンタですよっていう。で次マイナーペンタトニックスケールになって、それは何かっていうと2と6を抜くんですよ。マイナーの A マイナーの A を1としたら1,2,3,4,5,6,7,1 みたいなで、あった時に2と1,2,3,4,5,6 これをつらを抜くと、これが A マイナーペンタトニックスケールっていうのが、実はこの中身一緒なんですよっていう話。だからキーが C の時に A マイナーペンタが使えるんですね。中身は一緒だから。結局 A マイナー、キーが A マイナーっていうのはキーが C のメジャーと一緒なんですよ。もののアプローチの仕方が違うだけで、指してるものは一緒みたいな。まあ、今からちょっと汚い話するんですけど、うんちとうんこってあるじゃないですか。でもどっちも便は便じゃないですか。でもその言葉のニュアンスでなんかイメージって、まあ、僕はちゃうんですよ。やっぱうんちっていうとやっぱトグロ巻いたああいうね、ああいう形してると思うんですけど、うんこになるとガチであのみんながするようなうんこみたいな。でも物は一緒じゃないですか、まあ、そういうノリだから、まあ、C メジャーペンタも A マイナーペンタもあなんかそのでもニュアンス的には違うんやけど物は一緒だから使えるよねみたいないうのが、まあ、このその C メジャーイコール A マイナーっていうのが、まあ、そういうことね。要するに、まあ、言い方の違いって感じですね。だから Mac と Macdo とか7と7入れとかそんな感じ、まあ、ちょっと違うかもしれないけど、まあ、言い方の違いって感じですね。だからなんで、まあ、使えますよっていう話。ただねこの方法を使っちゃうと、まあ、自分もそうなんですけど、そのメジャーペンタらしさみたいな、マイナーペンタらしさを狙って出すことができなくなっちゃうのが、まあ、デメリットなんで、まあそこはねちゃんと練習しないといけないんですけど、まあ僕もできないんで、まあそこに関してはちょっとわかんないですね。とりあえずそのキーが C だったり A マイナーの時に、まあとりあえずペンタで縦横無尽にできるようになりたいっていう練習方法です。細かい覚え方とかコツとかそんな抜きに、うん、これが一番確実かなって思います。はい、じゃあ違うキーも練習したくなるじゃないですか。で C 覚えたけど、でキーこの曲のこの世の中ってキーが C だけじゃないんで、他の違うキーも練習したいなってなったら、じゃ例えば、まあ、僕のおすすめで言ったら C 終わったら次 D、G ぐらいかな、まあ、D と G もできるようになっといた方がよくて、まあ、これは自分でやるのもいいんですけど、じゃあ D をしたいってなったら、じゃあこれ K 字でいこうかなみたいな、するとまずこう C の形の D、まあ、もしくはここだったら B マイナーから攻めるのもあり、あキーが D メジャーは、B マイナーと一緒なんですよ。だから B マイナー弾いてもらって、はい次 D、 こっちの D ね、でケイジドの今ケイジドの A だったんで、次は G、Z の形、まあ、もしくはこの形 E マイナーの形だね、この の B マイナーを弾いて、で次このメジャー E の形の E メジャーの形の D、 で一周するみたいなみたいなのでやっていったら、こうだん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 使えるキーみたいなのが増えていくと思うので、まあ、とりあえずね C、 まあでも C できたら一旦その曲のキー C の曲とかでなんかアドリブする楽しさみたいなのを知ってから違うキーに行ったらいいんじゃないかなっていうふうには思います。はい、でその例えばねメジャーこのキーが C の時 A マイナーとか D の時 B マイナーみたいな、そのイコールが分かんないっていう人のためにまあ、簡単な方法があって、例えばキーが E メジャーって分かりました。でも E メジャーのと一緒のマイナーキーだったりマイナースケールが分かんないっていう時は、まず E の音を押さえるじゃないですか。こっから 1,2,3,4、 まあ、言ったら3フレットした、こっから小指を置いて 1,2,3,4 って下がっていった、ここが
マイナーだから E だったら C シャープマイナーになるってこと。例えばじゃあ逆に言ったらマイナーキーは分かったけどメジャーが分かんないってなった時は、例えば F シャープだったら F シャープ、 F シャープから1,2,3,4 メジャー4つ、4半音その場所から1,2,3,4 って4半音下がってもらうか、もしくは上がるってやったら、そのマイナーとメジャーの関係が分かると思います。で、ペンタソニックを覚えるにあたって別にアドリブだけじゃなくて普段のギターのフレーズのなんていうかな余裕みたいなのが生まれると思うんですよ僕。例えばヨルシカとか僕めっちゃ好きなんですけど、ヨルシカがめちゃくちゃいいお手本みたいな使い方してて、じゃあ I2 乗って曲があるんですけど、 I2 乗だったらまあ、こういうミスっちゃったけど、まあ、こういう感じのフレーズじゃないですか。これをタブ譜とかでただただ数字を追っかけて覚えるんじゃなくて、あ、今ここのブロックのペンタトニックを弾いてるみたいな考え方をしてあげると、もうすごいなんていうかな次につながるというか、まあ、プレイにも余裕が出るし、まあ、覚えやすいしみたいな、負担も減るし音楽的にもギター的にも上手くなるしみたいなんで、なんでもし、ね、こうやってね覚えるようになったら、まあ、そういう練習の仕方、例えば I 以上で例えたら最初のここがまず、あ、この曲のキーがまず E フラットマイナーなんですけど、まあ、ここのブロックだから E フラットマイナーってことはメジャーで言ったら F シャープですよねって言ってから、ケージドっていうところの G のポジションで、って言ったらここがこの E のここのポジション、ここがまたさっきのでこのね A ので、ここがここがあれね D の声じゃねえから、でまたこのE のポジション行ってまた D 行くみたいな感じですわ。っていうのと曲のキーも分かる。例えばさ C D E マイナーって言ってキー G だなって僕はなるんですけど、まあ、そういうコードから当てるアプローチの仕方と、ギターの鳴ってるフレーズが、あ、ここのペンタのこのポジション使ってるからこの曲のキーはこのメジャーペンタだなみたいな、このメジャーキーだなっていうアプローチの仕方もできると思うんで、まあ、ペンタを覚えるっていうのは、まあ、アドリブするとかギターソロ考える以外にも普通のただただギター練習するだけでも結構で、ね、効果はあったりするので、まあ、ぜひね皆さん頑張って覚えてもらえたらいいのかなというふうに思います。まあ、ちょっとねざっくりした説明で申し訳ないんですけど、まあ、とりあえず最初の冒頭の基礎練フレーズだけ頑張ってもらえたらいいかなっていうふうに思います。まあ、ケージドシステムの話はちょっと難しくなっちゃうんで、まあ、もし需要があれば解説動画撮ろうかなというふうに思ってるんで、まあ、またなんかコメントくれたら頑張ります。なんでなんか分かんないよってのコメントあったら頑張って答えるんで、まあ、答えください。じゃあ頑張ってください。それー。